の車乗ってみたいな。修理代、準備できたの？ああ、なんとかな。遅くなってごめん。大丈夫、大丈夫。毎度どうも。金額は変わりないか？うん、あの額でいいよ。じゃあ、あとは待ちに待ったこの子の納車だね。この通り準備できてるよ。修理は無事に終了。もうどこも悪いところはないはず。感謝する。細かいところも整備しといたよ。費用上乗せしたいとこだけど、この辺はおまけ。本当？嬉しいな。いいえ、今後ともハンマーヘッドをよろしく。もちろん、他の店には行けねえさ。頼むよ、乗ってみて。ああ。生き返ってる。もし何かあったら連絡を。次は修理じゃなくな。うん、いいよ。うちの工場ならもっといろいろやれる。性能に不満感じたらいつでもおいで。電話で相談もあり。いいよ、じいじも退屈してるから喜ぶ。今度はシドに手土産を持って伺うか。だな。じゃあ行くわ。ありがとな、シドに。うん、行ってらっしゃい。インソムニアがニフルハイム帝国軍の襲撃を受けたらしい。昨日の夜、調印式の席で騒ぎがあった。王都を守る障壁が崩壊、帝国軍は王都城周辺を爆撃。おい、待てよ。両国間で行われていた停戦協定については、今回の事件を受け当面の凍結が発表されました。また亡くなられたレギス国王陛下に続き、ノクティス王子、そしてテネブライのフルーレ家令嬢ルナフレーナ様の死亡が新たに確認されています。いいか、途中で投げ出すことは許されない。ルシス王家の人間として、このレギスの息子として常に胸を張れ。